今回スカジュンさんから誘われて他に誰がいるか分からず OK したらアフターワンダーホントすごいねって、しかもこの中で僕が最年少なんですだからちょっとめっちゃ恐縮の中出たんですけど、延長戦とかね、曲が流れた瞬間これ俺じゃんってなって体力やばいなと思ったんですけど、先輩方の前で無駄な様は見せられないので体力の限り頑張りました。ありがとうございます。僕らの出番が2時50分ぐらいだったんで何してたのって話したんですけど、羽生くんを見てたで、まあ結果いいものがきっと羽生くんから流れてきて僕ら勝てたのかなって思います。羽生くんも人事についてるんで、まあ同じかなって思いました。あと今日は本当いろんな人たちがいて、戦いたかった人たちとは大体戦えたような感じなんでよかったです。本当みんな人事最高でした。ありがとうございます。ではですね、このまま引き続きちょっともうジャッジの総評の方に、移らせていただきます。ではジャッジムーブの順番でお願いします。お疲れ様です。新太郎です。すごいですね、このシーン初めて関わらせていただいたんですけど、何話せばいいですかね。多いですね、今日すごいですね。なんて言うんだろう、気持ちが技術を上回るという日がバトルが多かったですね。例えばうるさいさんたち、そうですね、ぶっちゃけ下手なところが多かったですけど多いんだけどそれがないなしになるぐらい、あ次も見たいなっていうのがあって、そういうのはあんまなかったんで、うん、ありがとうございます。とか岩倉に関してはあれですよね、ワンムーブしてないけど岩倉あげちゃったんですけど、それがもういやすごいなって思いました。それがクソかどうかは、まあ、置いといて僕はすごいなと思いました。でも一日を通して僕はの黒い余韻組の女性陣が予選はもうぶっちぎりでやばかったです。なんか何個ルーティン持ってきてるそうなんですね、っていう前置きの中でなんですが、個人賞は制服とか着てきたずるい先に見えてるあれの本戦で、あります本戦で白いハウスのめっちゃ白いですね。頑張ってます。僕の個人賞はちょっとお名前が分かんないですけど、はい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 、ちゃんです。こういうシーンを大きくしてくれた RAB にみんな感謝ですね。このシーンを感じていきましょう。
ね、いろんなことをしてよくて、基本的にはやっちゃいけないじゃないとは思うんですよね。で、音、音楽、アニソン、アニソンとはゆえ、いっぱい音があると思う。いっぱい音があって、でダンス、いっぱいいろんな動きがある。で、そこをさ、何、組み合わせ、組み合わせっていうとあれだけど、組み合わせるとさ、もう、なんか100億通りぐらいありそうなね、感じ。もう同じルールで多分、ずっとできなくて。でもそこでやっぱこう遊ぶ、音楽を聴いて、で、音楽のメロディーを聴いて遊ぶとか、そういうのがやっぱりもっとちょっとやってほしいなと思いました。特にアニソンダンスが始めた人って、曲さ、アニソンって特徴的だから、音楽をね、聞けてるんだけど聞けてない、体に入れられてないって印象がちょっとあります。だからそこはね、ちょっと音楽を弾く練習っていうのもあって、そこもやっぱり必要だなと思って、練習しなくてもいいんですけど、やっぱこう音聞いて、いろんな音が本当に聞こえてきて、その聞こえてきて、それを体に入れて動かす感じがとっても気持ちいいので、もうそこはぜひ、ちょっとね、意識してみてほしいなと思った。それがもう本当にこの人たちはもう、よく生きてる。すごい。もう遊び心。こういうのがもう遊び心だなって本当に思いました。もうダンスでもっとみんな、もうそこまで真面目にならなくていいんで、楽しく遊んでほしいなって思いました。私が今日思ったことは以上です。言うと、チームやっぱうるさいとか、あとマグロ君のチームもすごい良かったです。あとはね、仙台の、いやもう仙台の人たちもすごい私は好きでした。あとはもう、まあもうささみと僕と、あと、あーもうちょっと私が、ここすいません。ささみと大きく吸って、せーの、時間ないんだから。私が言うのは本当に面白いんですけど、もう優一くんが地獄でしたね。なんで地獄を見せるんだと思いながら、いやもうめっちゃかっこよかったですよ。もう本当にもう慣れないよ普通。もう多分死ぬほど練習しても慣れないけど、慣れる人だからね。優一くんも人がやれる動きみたい、多分人じゃないかもしれないけど、いや本当にねすごかったです。すごすぎて個人賞がね、本当に由来なくて、もう、よかったしてこすぎ。でもね、やっぱね、ドルだな、ドル。割れたし、最後も、割れたっていうか、そのストレートではなかったんで、そういうことというか、なんかその時その時でやっぱ全然違ってくるんだなっていうのがすごいよく分かったのと、全試合、全部試合もそうだったんですけど、あと、
アニソンをこうストリートダンスで踊ってる人と A-POP な踊りっていう人がなんか自分の中であるなと思って、なんかまあ決勝の人たちはもうなんかストリートダンスをこうでアニソンを芝居ていく芝居ていくで、逆に多分ゆうきさんとかあの女だらけの人たちとか、まああと女だらけの人たちはなんか、まあなんていうかな、ストリートダンスじゃないってわけじゃないですけど、まあなんかオールドスクールとかそういうヒップホップとかそういうあれじゃないんで、なんか防具とかワックとかジャズとかっていうのはなんかそのアニソンを踊ってて違和感すごくないなと思ったんで、なんかそういうところの表現の仕方っていうかを、まあ勝てなかった人とかはなんか学んでいくと、やっぱなんか技術だけじゃなかったと思うんですよ、絶対今日もゆういちくんとかもそうだけど、なんかやっぱ上手い人が絶対勝つっていうシーンでもないと思うんで、となんかなんていうかな、わかりますよね、みんなの方もね、僕も詳しいと思うんで、でもやっぱ技術とかがある程度元はやっぱストリートダンスの人が多いと思うんで、技術もないとこういうとこまで上がってこれない、だからそのどっちもの部分、そのさっきも言ってたけど音楽聴いて何て言うかな、こう曲に対してしっかりアプローチしていくとか、曲その曲で踊ってる違和感のなさみたいなを鍛えていくのと、まあ、数理テクニックとかグルーヴとか、まあ、結構 BPM も早いんでなんか出しにくいものとかもあると思うんですけど、そういうのを出す練習とかはまあ多分普通にストリートとか洋楽とかで聴いてやっていけば身についていくのかなっていうのも思いました。まとまらないですけど、個人賞は俺も愛ちゃんがすげえ良かったんですけど、あとは B-BOY は結構いっぱいすごい人がいてかっこいいなと思いました。レスブやっぱすごい、やっぱなんか一番なんかまあよくこうなんか見るけど、一番なんかなんていうの、さっき言ったストリートとエポップのこの中間を言ってるっていうか、どっちものいいところを全部持っててみたいな、結構俺の中で最強のクラスだと思うんで、なんかまあ、ネタもあると思うんですけど、そのネタを多分ネタをなんか、まあ、B-BOY とかそのネタ持って踊ってる人は分かると思うんですけど、ネタ持ってたとしてもやっぱあんなにはめらんないし、こうなんか出せないんですよ、本番で。それを結構百発百中がプラスアルファで出せるっていうのはすごいなって思いました。まあ個人賞じゃないですけど違う、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 個人賞じゃないですけど、ちょっと長くなっちゃうんで個人賞ちょっとさっきも出たんですけど、ささみのフリーズで一番笑ったんで最高でした。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、自分がやってるジャンルがクランプっていうスタイルなんで、またフリースタイルとはちょっとまた違うんですけど、すごいクランプの目線から見てても全然面白かったし、まあ、結構そのアニソンって見てて楽しいっていうか、そのジャッジするまでなんかすごい見てて楽しいから、なんかジャッジしてても楽しいんだろうなっていう気持ちで結構やってたとこ、思ってたとこもあったんですけど、いざなんかそうやってバトル見てやっぱそのフリースタイルとか、まあ、ジャンル違くてもやっぱバトルはバトルっていうかすごい熱いものもあったし、やっぱ泣けそうになったバトルもいっぱいあったし、すごいなんかお互いぶつかってるのが、なんかチャラけててもぶつかってるっていうのがすごい見えたのが面白かったです。なんかクランプとはまた違う、やっぱクランプはもうバチバチに攻めちゃってもう喧嘩上等のレベルでやるんですけど、すごいなんかアニソン独特のなんかその空気感とかがすごい感じれて良かったなと思います。で、まあそうですね、予選から行っていくと、まあ上がれなかった人に関しては、
多分その音取りとか、音取りっていうかそのタイミングとか、まあ多分スキルもにも絶対出てくるとは思うんですけど、そういうところをもっとなんか意識できればいいなっていう人は結構いました。なんかいいことやってるのに音外すっていうか、そのタイミング違うとか、やっぱすごいタイミングって大事かなって思うんで、すごいことやってもそこじゃなくて、こっちでやればもっとうわーってなるのにとかっていうのはすごい見てて思ったんで、なんかもうちょっとタイミングの勉強っていうか練習っていうか、まあ練習するもんでもないと思うんですけど、なんかそういうの意識できるというか、なんかまたレベルアップするのかなと思いました。あとはチンチンと延長したところ、メガスペックのバトルは本当に食らいました。なんか なんだろうな、本当、まあ、食らいました。地獄です地獄です。そう、いや本当に、なんかそのぶつかってる、こっちはこうなんだ、こっちはこうなんだみたいな、そのぶつかってるのがすごい見えたし、なんか一人で踊ってないっていうか、踊るのはもちろん一人なんですけど、それを周りで支える、でその支えれているものをこうなんか背負って出るそのバトラーみたいなのがすごい見えたバトルだったなと思って、おささみもすごいバトルタクティックうまいなと思いました。本当にスキルはもちろん多分みんな見れば分かると思うんですけど、スキルだけじゃなくてそのルーティン出すタイミングとか、まあ、遊ぶところとか、なんかすごい抜きがないっていうか、練習してるのか知らないのか分かんないんですけど、それがもうすごい空気感として出てたのがすごい面白かったですね。まあ遊びで出したものをそのままルーティンで出したみたいな感覚もあるかもしれないですけど、すごいそれがうわすげえなって思いました。あと皆さん言うんですけど、女性4人組の方も本当にうわここでルーティン来たっていうのがすごい勉強になりましたし、本当に4人が全員やばかったとか、すごいスキルがあってよかったと思いました。あ、個人賞か。下打ちしちゃった。食らったのはなんだっけ、ゴヤ高校の人、B-boy のハギハギじゃない。あ、メガネメガネ。あ、もう面白かったです。いや、本当にそのクリティカルっていうか見てて、予選の時はもう10点つけたんですけど、10点つけたんですけど、やっぱクリティカルってすごい大事だなと思って、クランプただそうなんですけど、ただ単にバーって踊るっていうよりはそのポイントポイントでバーンバーン見せるっていう、それがすごい武器がなかったのが、まあ個人的にはすごい食らった部分があったんでですね、はい。いらないですけど、やっぱはいはタイミングがすごい良かったダンス。本当にいっぱいいるんですけど、じゃあ個人賞はメガネ君。はい、ありがとうございました。ちょっとまたバックアップして今後も挑戦しようと思うので、さあ、ありがとうございます。ではですね、僕の方から締めさせていただく前に、まず落とし物、化粧品違います化粧品がどこに落ちてたか分かりませんけど、あ、なるほど、増えました化粧品まあね、じゃあ一応受付のところに置いておきますので、お心当たりがある方はというような形で、でですね、ちょっと動き出す前に聞いてほしいんですけれども、まあ、今が35分で8時完結になっておりますので、まあ、向こうの部屋もね、ゴミとか忘れ物とか、ゴミとか忘れ物とかゴミとかないように、向こうの部屋もしっかりとお金作ってお願いします。ではですね、動き出す前に最後に今日ね DJ してくださったサイダーさんと
さんに大きな拍手。さあ、そしてマヤちゃんはさばいてくださいました。ジャッジの4名に大きな拍手。さあ、そしてステージさんに大きな拍手。ありがとう。ということでですね、これで始めたというとボリューム5終了。